地坂港が大正元年12月3日は、日本の官僚、政治家、実業家、陸軍中佐、近景観志向。幕末から明治にかけて、米沢藩の家老、大三次を務め、後、石川県令、内務大書記官、岡山県令及び、県知事を歴任し、晩年には、貴族院議員に直選された。父は、米沢藩部業職を務めた、千坂港明。 通称は太郎左衛門、拓馬。千坂氏は代々上杉氏に仕え、江戸時代には米沢藩の住職を務める家柄であった。幼少時代は病弱で、学問も弟に劣ると言われたが、成長するに従いその才能を発揮し、19歳の時に藩校、工場館の正し詰め金学生に選ばれた。その後、藩主、上杉成範の楽中警備に、 父の孔明と共に従い、京周辺における時世の急転に奮起した。やがて帰国した孔雅は、工場官の女読みとなり、25歳で学党となった。源氏元年10月に、家督相続。当時、孔雅は、幕府の上位論を人し、藩の軍政の中枢に参加していたが、慶応3年11月14日に27歳という、異例の若さで、武行職に抜擢された。 彼の軍政改革は、一の兵一兵、一兵一重の装備、大将具足を廃止、横浜から一万丁の鉄砲を購入して訓練したことである。慶応4年正月には、薩長法に従い、3000人を率いて、上落、弾薬の海上運搬も行ったが、その後は、薩長軍の軍事倒幕の方法に奮撃し、白石会談をしばらくして、砂漠に反論を統一した。 慶応4年4月5日に、米沢藩軍事総督に就任。母親戦争で、米沢藩は、上杉家の丘陵である越後、では省内方面の防衛を担当することになり、甲賀ははじめ省内攻撃のために、新城に向かった新政府軍別動隊を攻撃するために出陣するが、新政府軍は街道を封鎖して、秋田に逃走したため、甲賀率いる軍が到着した時には、 すでに新政府軍は、秋田に去った後であった。この後、甲賀は、出羽方面軍の指揮を、本庄正城正町に引き継ぎ、越後方面軍の指揮を取ることとなる。6月13日には奥右越列藩同盟軍の越後方面軍総督となり、参謀の天か杉し仮参謀の斉藤厚信、長岡藩総督の河合継之助らと共に、新政府軍と戦う。 しかし7月29日に、新潟の防衛を担当していた高賀と同じ、武行職の色部久市長の戦死を受け、越後から撤退する。米沢藩は9月10日に新政府軍に降伏した。その後米沢藩は、14万国への原報と、反乱首謀者1名の処刑を新政府軍から言い渡され、一時は藩内から高賀の名が出るものの、すでに戦死している色部久町に、 責任転嫁することで命は取りやめた。明治二年の藩赤奉還に伴い、治藩時、上杉持則ら米沢藩主の王人から第三次就任を要請されるが、母親戦争で自分の指導力の無差を自覚したのか就任を一旦は拒否する。明治五年、養蚕性史調査のため上杉持則に随行して、ふついに留学し、翌年帰国。その後、明治新政府に、 戦後の態度と裁略が認められ、内務省に出資して、大久保利市道の下で働いた。この間、茨城県の窒素改正反対暴動の鎮圧にあたり、明治10年の西南戦争では、恨み重なる薩摩への復讐として、元合津藩家老の山川博と共に最前線で軍隊を指揮した。明治12年以降は、石川県令、岡山県令を歴任した。 石川県霊時代には、日本初の銅像である、山和岳像を、県独園に建立。また、地元藩士の明井海清に監禁を授けて、九谷焼の復興に協力するなどした。岡山県知事時代には、小島湾観託事業を、一方的に、藤田伝三郎に許可したことで、地元から猛反発を受け、10年以上にわたる紛糾を引き起こした。また、 受選した娘鶴のためにミッション系女学校の設立に協力する一方、婦人運動家として知られる福田栄子が設立した私塾上校学者を集会条例を使って一方的に並行させるなどした。退官後は実業界に入り、両右銀行、宇治川水田、横浜倉庫などの重役を務めた。横浜市神奈川区の和若町は、 埋め立て事業者であった横浜倉庫初代、代表取締役社長の小坂と、同社専務の若尾育造の頭文字から名付けられた。明治27年に、直線の貴族院議員となった。明治31年4月11日、近畿館志向に任じられた。大正元年に死去、去年72。墓所は、山形県米沢市の日朝寺と大田区の池上、本門寺。 本文字の方が本母。家督は、次男の千坂友次郎が継いだ。ありがとうございます。